バルデンブルク鉄道部ド4、41から17型電車は、かつてスイスのバルデンブルク鉄道で使用されていた2等、荷物、合わせ作り電車。期間 750mm に対応した車両であったが、改め機を含むバルデンブルク鉄道の近代化計画に基づき2021年をもって営業運転を終了した。本校では、部ド4、 41から17型と編成を組む制御者である BT111 から120型についても記述する。バルデンブルク駅に停車するブド4、41号機と16号機、2011年スイス、北部バーゼルラント準州の首都リースタル近郊に路線を持つスイス唯一の750ミリメートル期間の私鉄である。 バルデンブルク鉄道は1880年に開業し、1953年に直流1500ボルトで電化された以降は、ブド4、41から3型電車が客車を牽引する列車で運行されてきたが、1960年代には年間約70万人であった、利用客数が1980年代後半には100万人を超えるなど大幅に増加していたため、 終端駅で着回しが必要であったり、自動扉がない車両があったりと運用上不便が多かった電車が客車を牽引する列車の解消と輸送力の増強が必要となっていた。そういった状況の中1980年4月に計画がスタートして1983年7月に導入が決定、1986年に運行を開始した機体が 本形式及び本形式と編成を組む同型の制御客車の BT111 から120系であり、当初は武道4、41から14号機と BT111 から114号車の計8両が導入されて武道4、41から3型などの従来の機材を一新し、その後さらなる輸送量の増加に伴う列車の増発と、 本格的な産業編成での運行開始のために1992年に、武道4、45から17号機と BT115 から120号車が、増備されている。本形式は、中立市交通局のトラム2000と呼ばれる BE4、6系系列の路面電車をベースとした、ホルヒ鉄道 BE8、821から32型や、 BE4-451 から58系、リットラルヌーシャテル公共交通 BE4-4501 から506型などの郊外、路面電車シリーズを 750mm 機関用としたもので、車体、台車、機械部分の製造を SWP としぐ、主電動機、電気機器の製造は BBC 及びその更新のアブが担当しており、 通常のスイスの 1000mm 機関用車両では2600から 2700mm 程度である。車体幅を 2200mm に抑えた軽量構造の構成車体に直波制御と直流電動機を組み合わせた制御装置を搭載して1時間定格出力 446kW を発揮する小型の機体である。なお、各機体の基盤、運行開始年月日、製造所、機体名は、 以下の通りとなっている。ブド4、41から17型が2両の BT111 から120型を牽引する列車2015年11月26日にバルデンブルク鉄道は機関をそれまでの 750mm から 1000mm へ転換することを発表した。2022年12月までに転換工事を完了する中で、 車両についても下トラーレールが製造する7車体、超低床電車のトラムリンクを導入することとなり、武道4、41から17型を含む既存の車両は、長期運休の前日となる2021年4月5日に営業運転を終了した。ありがとうございます。